この週に喧嘩が尖閣したの、うん、そう上陸しちゃったの、しましたすげえ。あ、そう、あ、言っちゃえねんねんな。いや、いいんですいいよね日本青年社だみんな知ってます青年社と一緒に青年社と一緒に、うん、それ国のために働いてるね写真があるんだよな写真がいっぱいアップもしてます、俺は尖閣行ったらあそこで釣りしたいねそうでしょカジキマグロ釣れるんだろ、すごいな、なんでワイヤーでぶち込んで、うんうん、アジこんなの入れただけでも、うん、1メートル50ぐらいのクエが、うわクエかすごいたまんないね隊長なんか見て、うわワニだって来て相手に見てあれ、ケンジ行ったのは石原慎太郎さんかなんかが結構バックアップしてくるんだな、じゃああれを東大建てた時の、うん、そうそうそう、あの東大尖閣ね、すげえ。5人で1ヶ月いました。あ、そう、ああいう時は、ほら、勝手に上陸してるもんね僕はあの、中国とかさ、そういうのなんかいや、もう毎日来ました、ね、毎日来んの漁船で、50世紀ぐらいで上陸しようとして、で、保安庁の船が、もう完全装備でもすっごい速力 で、3カ国で警告して来て、無敵な長々突っ込んできて、うん、蹴散らしてくれるんですよ、うん、すごい士気高いですね、保安庁は暴走族の喧嘩じゃないね、もう国と国来るぞ、ね、国と国だもんね、うん、すごいね怖いって言ってたもんな、ね、軍人だって分かりますから、両サイド見て漁船で来てても軍人なんだ、はい、うん、怖いね。あの十何年前の新宿で飲み会やったじゃないですか、うん、みんなであれでみんなね、そうね、うん、そのスペクターの慶三君なんかとはたまに会ってたんだけど、うん、あれでみんないろんなチームの人を紹介されて、うん、あの時はそうだったな、そうよかった ね人も何人ぐらい集まったんだろう、随分いたね、100人以上集まった、ね、全然どうでもいいのも来てたしね、全然わけわかんないの、自分呼ばれてませんから、え、検事だ、行かないってことじゃん、はい、そうだよ、何言ってんの、俺行くぞって言ったら検事は、いや、いいですとか言って、そうそうそう、あれからだね、そう、こうあれでゆりさんとか、そう、うん、俺も継続なんかとこう、ね、うん、あれです、あの、紀藤なんかは知ってたんだけど、うん、あとあの時、あの遠藤君とかみんな来ててね、うん、そう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 、懐かしいな、あれが10、もう15年ぐらい前ですよ、そんな経つんだ、うん、全部の集まったんだよ、暴走族がすごい数でね、あの、本当に誰が温度って言ったか忘れちゃったけど、うん、ね、歌舞伎町だよね、歌舞伎町、自分はダメなんで、人見知りが激しい来なかった、ケンジ行くぞって、いや、いいです来ればよかったのね、うん、田中さんのことだな、何回でも、そうです、でもな、あれはもう、もうわけわかんないし、いっぱいいたから、ビールになりますね、あ、ちょっとね、ちょっともうちょっとガソリン切れ、あ、僕は今、ちょっとガソリン切れちゃったごめんね、本当ちょっとずつ行ってこれもう、似合いの帯はちょうどいい、神奈川のチームとかさ、その他のチームとも、うん、クワクワなかったですね、うん、なんか疲れること、うん、俺、仲良かったよ、なんだっけな、ホワイトナックルの頭とかピエロの、なんだ、頭の人とか、なんかみんな、ピエロも締めましたから、ピエロはっきり言って、俺が、なんかさ、ね、あれあったよ、ヤマトの望月さんっていう、ああ、望月さんね、うん、はいはい、すごいいい人で、うん、俺は、望月さんはスペクターの屋形船であったのかな、うん、紹介されたのかな、確か、おかしいよな、テレ朝の番組ピエロと一緒に出たことがあるんですよね、あ、そう、あと板国と一緒に、うんうんうん、ミッキー安香のもあったしな、あれは一番面白かったですね、ミッキー安香のも検事とかも出てて面白かったな、ありがとうございます、そうだ、あの時な、結構よかった、あれは CRS とエンペラの差ががっちり出てますね、うん、あれもあれ出たよ、あのフジテレビのさ、あの4時からのさ、午後4時からでさ、リビング法っていう、あ、奥様向けの番組銀座ナウじゃなくて、うん、銀座ナウじゃなくてリビング法、うん、それで呼ばれて行って、あれ代々木公園かな、あの視聴率取ってる番組で、ね、そうで極悪でしょ、まあ、遠藤君先頭に、遠藤君行って、うん、それで俺たちと皆殺し、うん、まあ、遠藤君がいたから、エプラもいたのかな、うん、じゃ あの皆さんからあのゴーっていうサインが出ましたら、皆さんあのエンジンを吹かしてください。3、2、1、ワン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 、みんなブワン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 って、どうよこれ、どうなの、で撮ってるんでしょ、で、リビングはいつの放送ですって見たら、すごいのね、あれテレビって。もう、いや、これでやってるわけ、アナウンサーが。今、なんとかなんとか、予約園に来たら暴走族が集結してなんとか。嘘だろこれ、さっきから皆さんお願いしますねって言ってんのに、集めたんじゃないかって今やらせてるんだよね本当に
それで遠藤君が代表で喋ってどういうことで活動が俺たちは月光仮面だからよなんてまた遠藤君ね、この遠藤君の声がすごいよね。で、俺の時山本ね、司会に出た、あれはもう命かけてからやってやったのね、うん、それがパクられた時の裁判ですごい心証悪かったからね。そう、うん、そうね、山本が言ったのね。山本さんね、痴漢だったですよね。痴漢、そうだね、カリスマでしたからね、山本さんも、うん、あの VTR あったら見たいな、あの時のね、そういうの見たい。自分もみんなに探してもらってるんですけど、うん、1978年か9年なんですよ。そうだよね。バカスローティーンとかいうタイトルで、少年院の取材のフィルムから始まって、うん、でその後にシガレースを取材して、うん、で比較みたいな感じでエンペラーと出会ったっていうことで、うん、一世代にムッキーさんが取材に来てやったんですけど、やっぱりあれなんだね、当時から CRS と、うん、こうエンペラーっていうとさ、やっぱりこう東京では二大巨頭だね。俺はそういう風に捉えてたのね、うんうん、でも CRS でもこうなんていうの、敵対視してたのはスペクターとルートだけど、ね、アリキャッツはほらちょっと川崎とかあっちの方だったから、あ、うん、あね、ぶつかる、一回もぶつかんなかったけど、うん、スペクターとルートとはやっぱりぶつかったもん ね、 あ、やっぱね、どの辺同士のスペクターとエンペラーはあんま当たってないんで、うん、あ、そう、地方は結構、 あと新宿行って山梨から来たスペクターとは何回もありますね、うん、ああ、そう、そういえば、なんだっけ、エンペラーの方が、泉君と仲良かった矢部さん、矢部、あの今度、初代とか、まあ、泉さんと一緒に作ったんだけど、今度はあの飲もう、ジェームス、クールのジェームスとすごい仲良くて、矢部さんっていうのはもう、まあ、君たちとかエンペラーで最初に、あの元気で、元気、もう70いくつだけど、うん、これでジェームスが会って一緒に行ったら、お、会いてえなーなって、だから今度初代ね、本当絶対出てこないからね、表に、うん、だから関東連合を作るっていう話でね、うん、あのパリジェンヌかなって呼ばれて、うん、それで俺とあとだね、まあリキちゃんはもちろん、うん、小井さんもいたから、うん、それで3、4人、4、5人で行ったのかな、その時に、だからその話を、こういう話があるんだよって言われたの、話してくれたのは小石さんと矢田さん、ああ、ね、仲良かったからね、で遠藤君もいて、うん、それが関東連合を今度はこういうのを作るっていう話でね、うん、うわあ、すげえ、こんな、そんな話なんだ、あとね、マット作った岩崎のみーちゃんとかね、あ、みーちゃんね、みーちゃんも、そう、みーちゃん元気です、うん、もう70いくつになってね、みーちゃんいい人で、いい人でよ、ねえ、ほんとに地元があれだったから、うん、弟と思われてた、ああ、岩崎って同じ岩崎だから、あ、自分紹介してもらいましたね、うん、みーちゃん、それで渡辺浩二に紹介されて、あのマット入ったの、うん、最初で、マットがね、マット入ったの最初、最初マットだったんですよ、あ、ほんとに、うん、あのエンペラーの前は、あ、それでマット、まあもう後半ちょっと国防青年隊とかあって、うんうん、強くなっちゃって、うんうん、で解散して、そしたらエンペラーのその泉さんっていうのが来て、うん、お前エンペラー来い、ああ、そうなんだ、そう、それで矢田部さんとも会ったし、うんうん、もうそれでちょっと遠藤に言っとくからって、うん、で夏にね、一回御宿にエンペラでバーって行って、うん、そしたら焼き霊係だよ、俺、うん、みんなちょっと、うん、ほら、各支部の頭を砂浜に、うん、なんかこうやってバン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 って並ばして、バーって、気合いだろ、こんなの嫌われただから、うん、それ泉君と遠藤君が、うん、お前がちょっとやっちゃえって、全部締めちゃえな、あ、後輩が言ってたな、しょっちゅう御宿行ってたでしょ、そう、御宿エンペラーいっぱいで、なんか喧嘩してるから、うん、そう、それ止め、その時も止めに入ったって言ったよ、身内の、あの、だから、どっかで喧嘩負けたって言って、それで泉さんっていうのが怒っちゃって、だめ、遠藤だめって言ったら、御宿前に行ってました、ね、そう、それでこうやってぶわーっていろんな支部、どこの支部か覚えてないけど、みんな並ばして、その支部の頭をバン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 って、嫌われた、すごく、本当だ、突然マットからね、エンペラ行って、そんなって、そうそう、そうなんだ、最初マットだったんだ、マットだったんですよ、それでずっと渡辺浩二とくっついてて、うん、特攻具が欲しかったから、あのマットの、だから今、あの、小井さんのと、あっち、あっち、あっち、小井さんってそっくりだよね、クリ、もう、クリソツだよね、クリソツ、あっち、本当に、そっくり、いや、本当に、お前、本当、そっくりだよ、そっくり、ね、あっちも今ね、
まだ仲いいもんだ。みんななんかいいよね。うん。大人になってもこうね。そう、こうやってね、今会って話せるのはいいな。うん、継続なんかもみんなね。そう。だこれが俺がやったそのライブパーティーね。うん。ドゥアップのね。うん。やる。あ、見た。あ、カバちゃんが送ってきた。それで、継続が乾杯してくれる、最初に。うん、で、あの写真見て。うん、今度行かせて。ぜひぜひ。ぜひ。結構楽しいんだよね。うん。ドゥアップの。ただ俺も歌っちゃうんだ。そう、見た。お前見た写真送ってもらってすごい。昨日送ってきて、うん、もう講師ともに一緒にいますえ、シクシティキャンドルかなんか歌われちゃうんですか。俺一応さ、シャネルズの曲とか、 あとはもう昔のドゥアップとか歌っちゃうよ。へったくそだけどね、学芸会みたいだけど、うん、そう最高だ。これでクワマンも方が来てくれて、うん、トランペット、そう、あとワンダラスっていうさ、うん、ドゥアップのグループ、それがやってくれる。ジェームスさんも行ったんですか。で、ジェームスは来ない。今度ね、ジェームスぜひ、ね、もう本当に今、ね、前はケントスでやった時なんかはあのクルス呼んで、クルスでやってもらったりね、うん、ジェームスさん、このチャンネルにも出ていただいて。もちろん、ぜひ、ケンジのね、うん、一緒にもう、この間、白川がさ、こう来た時にあのジェームスに電話して、電話でちょっと話したんだけど、最近しょっちゅう会ってる。ぜひね、ジェームスとエビゲンとユージさんとね、ジェームスほとんど喋んないけど、うん、歌っちゃおうかな、したら歌ね、一緒に。いや、でもギター持つと、この間ライブ行ったんだけど、うん、だと歌うんだ。だからあれさ、不思議ね、クワマンもそう。いや、もう音で、ね、音で出ないかな、なんとかって、パッてやると、すごい音出す。もう、やっぱりプロなんね。プロ。ほんと。ジェームスもほら、エンペラーだったから。あ、そうなの、うん、